河村竹次河村竹次昭和30年9月8日は、大正から昭和にかけて活躍した、官僚、政治家。満鉄社長、司法大臣等を歴任。秋田県和野郡花輪町出身。日本中学などから一校を経て、1897年、東京帝国大学法科大学英法科卒業。同年、内務省入省。定新小書期間。 内務省書記官、内務参事官、台湾総督府内務局長などを歴任し、1911年より和歌山県知事を務めた。1914年、香川県知事。1917年、青森県知事。1918年、内務省警報局長。1921年、内閣拓殖局長官。 1922年6月6日から1947年5月まで、貴族院議員、交友クラブに所属。1922年6月、内務次官。1922年10月、南満州鉄道株式会社社長。1928年6月、台湾総督。1932年3月、犬会内閣の司法大臣。点一5事件で、 医学面間。その後は、夫人文子経営の河村女学院顧問になった。1955年9月8日死去。去年85。ありがとうございます。